はようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこちらですね。今活の激朝シャット、これをねトズラパラダムで投げてきたらいい釣りができたよって、こういった動画なので、まずは動画の方をご覧ください。チビバス、ありがとう、来てくれて。いやー、久しぶりにバスった。もう午後ですよ。はい、激朝シャットにチビバスくん来てくれましたよ。可愛いサイズだね。この色は反則でしょ。このねリアルなギルのカラー、これは食っちゃうよね。じゃあ逃がしてあげます。ありがとう。タックルはね、激朝シャットにグラビアスの比較的ギア比の低い 6.6 のものに、フロロカーボン14ポンドライン、こんな感じの組み合わせ。竿はね中古で買ったグラスコンポジットの竿、小さいサイズだったけどね、釣れない時に釣れるああいう一匹は嬉しいですね。はい、じゃあ頑張ります。激朝シャットを太めのラインでグリグリ巻きで切っちゃいます。釣れました。いや、こういうギルいっぱいいるからね、釣れんね。ありがとう。タックルは引き続きのグラビアスのベイトフィネスプール14ポンドライン入れたものに
今数の激安チャットと中古の巻物だ。はい、こんな感じです。はい、というわけで先日ね、とずらっぱらダムに行ってきまして、羽物の釣りとかね、ちょっと嵐だったんでやろうかななんて思って行ってきたんですけど、なかなかね釣れなくて、ちょっとこれはね一匹だけで終わっちゃいそうだななんて思って、あ、そうだそうだ、このルアーよく釣れたよななんて思ってですね、投げてみたところ、ポンポーンとね、あのサイズは小ぶりですけどね、あのバスが釣れてくれたっていうことで、改めてですね、まあこれよく釣れるルアーだななんて思って、で先日ね買って、まあ釣れたよなんて動画で上げてたのがこっちの色なんですけども、釣り具屋さんに行ったらこれ、あー、こんなのよく泳いでますよね、もう超リアルな感じのね、このギル系のカラー、これがあったんで思わずね2個目買ってしまったんですよね。まあっていうのもね、これがねほんとね、投げて巻くだけでよく釣れて、あと飛ばしやすいね、魚がよくかかるとね、そんな感じでお気に入りになっちゃって、もう1個ぐらい欲しいよなと思ってね買ってみたのがこの色なんですけども、でちょっと今回ね、午前中1匹で、あれこのままじゃちょっと1匹で終わっちゃうななんて思った時に、ポンポーンと2匹連れてくれて、2匹目3匹目っていうことでね、なかなかいいルアーだなということで、で自分の使い方なんですけども、これスナップですね、これがちょっとそんでね、大きめのスナップね、ウォーターランドのもの、これとスプリットリングをつけてるんですけども、これによって通常その販売開始されてる時のバランスっていうのはこのスプリットリングね1個の状態なんで、でこれで釣った時もそうだったんですけども、まあ付け替えが便利だなっていうのと、このね大きめ重めのスプリットリングをつけることによって、これをね昇圧してもフローティングしてくるね、でこれをつけてないと結構早めにキビキビビってねこう上がってくるんですけども、で板重りを張るのもなーっていうことでやってる調整が、この使うスナップを大きめなものを使うことによってちょっとね、スローフローティング気味にして、これによって非常に自分の使うとこでは巻きやすい、レンジコントロールしやすいっていう感じで使ってみております。っていうのも、魚がバーッと追いかけてきて食おうとするときに、サスペンド、ジャストサスペンドじゃなくてもいいんだけども、ちょっと魚の目の前にある時間をね、長めに取るためにっていうことでこのレンジ調整をして、それすることによってなんかね、あれ今日あんまりそこまで活性高そうなんだけど高くないなーなんていう時に追いつかせるためにね、そんな感じでやっております。それとまあシャッドとか他のミノーでもいいんじゃないのなんて思うんですけど、これお気に入りで投げ出したっていうのが、まずねこの小ぶりなサイズなんですけども、めちゃくちゃよく飛ぶね、投げやすいっていうのがあって、こう透明だとちょっとこう中のこのウェイトね、この1個の玉がマグネットでついてんだけど、後ろにこうズドンと移動して、これがねよーく飛ぶ。このねマグネット重心移動ね、この結構ズドンとこのね重りがね、すごいカチッって感じでこっち来るんですけども、これがねほんとね投げ心地がいいんですよね。で今回はベイトタックルに、まあベイトフィネススプールみたいな感じの浅溝のスプールで14ポンドラインのフロロカーボンラインね、この組み合わせで使っていたんですけど、ボートで使うにはもう必要十分、そこまで飛んでくれてありがとうっていう感じで飛んでくれるので、で小気味ね、アクションと、あとはね潜りすぎない、だから大好きな上流域とかのあれ浅くなってきたななんていうところでシャットとかだとね、そこにズサッてね刺さってこうスタックしちゃうようなところでも快適にただ巻きでグリ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 、まあたまにトゥイッチング入れたりね、根がからないというかゴミを拾ってきづらいっていうのが一
番そうですね使い心地が良くて、ちょっとその入り込んじゃう小ぶりのミノーシャットとかだと、下の沈んでる枯れた葉っぱとか枝とか拾いがちなんていう時に、そういうのを避けて避けてくれて、それでもって栄養を釣れるっていうことで、まあこれねお気に入りなんで、またね秋の巻物シーズンにかけてもちょっとねチャカチャカ巻いてみようかななんていうふうに思うんですけども、というわけでね、久しぶりにこれ投げてみたらねパンパーンってねバスが釣れてくれたよっていうことで、本日の動画は今活のですねこちら激アサシャット、これをね久しぶりに投げたら快適に釣りができたよ、魚が釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。